おいやばいぜぐるぐるり。休憩中すまないが、今すぐやってほしいゲームあるんだぜ。螺旋の宿実況最終回のために休んでるところなのに、急に慌ててどうしたんですか？マリサがやけに焦ってて気になったから、あたいもついてきちゃった。実況するなら今がチャンスのヤバいゲームがあってだな。リグルには今すぐ開始画面でステンバイしててほしいのぜ。いや、それより一体何をやらせようと？今すぐ行くぜ今すぐ。そそそまだ覚悟決まってな。これは、なんかこういう系のゲーム見たことあるよ。今回挑戦してもらう脱出ゲームは、ヤバタニエン、アガツマ廃公開テストだぜ。あと1時間くらいで始まるみたいだから、軽くアップでも始めててくれ。そもそも休憩足りてなくてアゴバッキバキなのに、そこは気合い入れて頑張っていこう。そもそもアガツマ廃公開テストとは一体？公式サイトの説明によると、共作ヤバタニエンシリーズからスピンオフしたウェブ専用コンテンツの第1シーズン、アガツマ廃。というのを企画しておりますとのこと。今回はヤバタニエンのスピンオフ作品であるアガツマ廃の事前公開テストということで、テスト参加に申し込みしているプレイヤーは7月21日夜9時から挑戦できるのぜ。つまりマリサさん勝手に申し込みしてたんかい。やるねえマリサ。プレイヤー名はリグルにしといてあげたぜ。ただでさえアゴきついんだからせめてキルノにして欲しかったかも。あたいはこのゲーム難しすぎて頭が追いつかないから。上に表示されてるキャラはシアンソンでしたっけ？この子はシアンじゃなくて、国枝カンナだぜ。国枝リグル。カンナリグル。やめんかい。てか、右の方に攻略済みゼロ人と出てましゅが。それにこの白い枠は一体。そこにはリアルタイムで、リグル以外のプレイヤーの動向がテキストで表示されるらしいんだぜ。え？まさかのオンライン機能付きですか？じゃあクリアした人が出たら攻略済みのところの数字が増えるの？多分そういうことだと思うぜ。あ、すでに操作自体はできるのね。まだ時間が来てないから入れないんだぜ。せっかくだから1位目指そうよ1位。それは無茶というもんだよ。ヒントシートも用意されてるし、それ見ながら考えていこうぜ。あ、ヒントシートについては公式の規約により、動画内では公開できないので、どんなものが映し出されてるのかについても言葉を濁しながら実況していきますぜ。へえ、ヒントは参加者しか見れない決まりなのね。一応モザイクやぼかしとを入れるのであれば映しても OK とのこと。じゃあ先に確認して答え見ちゃおう。あくまで攻略のヒントだから答えがわかるわけじゃないよ。モザイクをかけての公開としますぜ。まず1枚目。むう、何やらホニャララの用紙みたいでしゅね。ホニャララがどこどこにアバババされてるみたいだな。そんな言い方されたらわかんないよ。わかんないようにしないといけないんだよ。2枚目がこちら。これは、アベッヒで豚アバを表したものでしょうか。アボキを表した図じゃないでしょこれ。そして3枚目がこちら。ああ、これはおなじみのあれでしゅね。でも一部おかしなものも映ってる。変なホニャララとズンドコベロンチョは何か関係がありそうね。ズンベロ。こちらが最後の1枚になるぜ。これはヌベスコとイヒーとの関係性を示しているっぽい。イヒー、イヒヒ。まだ始まってないのにアボキ先走るなチルノ。とまあ、ヒントとしてはこれだけだぜ。実際に始まってみないと結局わかんないでしゅねー。20分ほど放置してたらカンナさんのセリフ変わってました。めんどくさいバイト引き受けちゃったな。でも今月たくさんとかしちゃったからな。公開テストにて指示をするバイトでしょうか？今月たくさんとかしたって、何してたんだろう？カンナはパチスロ好きという設定があるみたいなんだぜ。多分それで溶かしたんじゃね？パチスロ中毒リグル。そもそも私はパチスロしないからね。来月こそ一発当てて、売れ明けとおさらばしたい。一発当てるより地道に稼いだ方がいいのでは？いやいや、一発当てる方が夢があっていいじゃない。グリーンではないね。国枝姉妹はブレ明けに出稼ぎをしに来ていて、給仕係を任されているらしいな。ブレ明けの給仕ねえ。おさらばしたいと思うほどだからろくな仕事ではなさそう。年齢と最終チェック確認。あら、いつの間にかカンナさんじゃなくなってまっしゅ。このシルエットは、誰なんだろうか？最終チェックってことはそろそろ？いや、まだ30分弱あるぜ。始まるまで長いよ。ちょくちょく上のセリフ変わるんだから気になるじゃないか。テストシークエンスを全て完了しました。オペレーター、カンナ国枝、応答してください。カンナ国枝がコネクションをロスト。え？カンナさんどうしたの？何か問題でも起きちゃった？あいつ、うちに行きやがった。おいおい開始17分前にパチスロ打ちに行ってどうすんのよ。バイト代もらう前に有り金全部溶かしに行っててくさ。いやでも、その有り金が化ける可能性も。そういう思考が一番危険なんだぜチルノ。絶対リグルみたいになってはダメだぜ。だから私はパチスロやってないわ。また私の責任になるのよね。いつも。国枝凛に全てしわ寄せが行ってしまいますな。また私の責任に。か。どうもこういったことはよくあるみたいね。パチスロ中毒の妹を持つといろいろ大変でしゅねー。姉貴に迷惑かけんなよリグル。怒るよ。いやいや冗談冗談。あと5分だぞ。大丈夫かこの野郎。ジャクリーン・ブレアさん登場でしゅ。ブレア家の給仕係の一人が勝手に打ちに行ったせいでおこですな。ついにあと5分で始まるんだねー。リグル絶対10位以内で突破しよう。だからハードル高すぎ献身なんだって。ふっふふ。田中はどこだ？田中エルナさんも参加するんですかね？一応ゲーム攻略中も。キャラクターのメッセージウィンドウがちょくちょく更新されるみたいだが、
基本的に取るに足らないザレ事しか言わないらしいから、リグルは攻略に集中してていいと思うぜ。了解でしゅ。あ、田中は熱中症でぐったりしてるね。最近暑いから嫌になっちゃうよね。リグル、多分あと10秒ちょっとで始まるぜ。ついに開始ですか。一旦ここでアップしときましょう。プニプニ屈伸しても意味ないから落ち着いて待て。あんまり動きすぎて熱中症になったらしんどいよ。森の中涼しいから大丈夫だろう。あ、玄関のシールドの色が変化しました。それではアガツマ廃坑解テスト、攻略開始していきましゅ。まずははしご登ってみましょうか。あ、時計と、後ろに変な記号の書かれた板みたいなのが。時計は自由に動かせましゅね。この謎解きはヒントシートで言うと3枚目になるみたいだな。あ、時間帯によっては窓から光が入ってこなかったりする？ああ、なんとなくヒントシートに書いてあることは理解できたかも。理解はできても、これだけだと正直まだわかんないよね。あ、この板取れましゅね。一番右は金の板か。右から二番目は木の板。あら、真ん中の板が取れない。まあいいや、ちょっと他の場所も見てみよっと。おいおい、もうちょっと細かく見ていこうぜ。今は他の場所が気になってしょうがないんでしゅ。床のスイッチをしたらはしごが降りてきたけど、何か重しみたいなのがないと下ろしたままにできないねー。この紐は何でしょうか。上から重いブロックみたいなの落ちてきてて草。あんなの絶対気になって引いちゃうって。せめて上から落ちてきても大丈夫なよう警戒しながら引きましょうよ、あがつまさん。次は下に行けるはしご降りてみようよ。うわ、何か起きましたかね。なんだこの仕掛け。すぐ右に鍵穴みたいなのあるけど。おっちゃんおっちゃん。あ、紫の髪の毛の人物といえば。三島葵だな、さっきの人。メツヤバタニエンにて地面に埋められてたやつだぜ。そうでしたそうでした。無縁の鍵とやらを入手したので、ここで使え。あら？ちょ、なんか鍵消えてない？え？あれ？なぜか三島さんがまた左の部屋に。そしてまた鍵が同じ場所にありましたが、入手した後はしごを登るとなぜか鍵が消えて状況がリセットされまし。ステップ2も下に降りてくる直前まで戻されてるな。よくわかんない現象が起きてるので奥の部屋調べまし。あ、上にあるぬいぐるみはヒントシートに。と、言っても大丈夫？まあそれだけの情報なら全然わかんないだろう。正直ヒントシート眺めても何を示してるのかはさっぱりなんだけどね。ヒント見たからってそう簡単に攻略できないようにはなってるよな多分。やっぱり上に登ろうとするとステップ数が戻りましゅ。これ、バグではないでしゅよね。いや、多分そういう仕掛けなんだろうな。はしごの途中にある時計のような仕掛けが何かあるよな。明らかに時間を巻き戻されてるぜ。時間が巻き戻るせいで鍵がなくなってるのかよ。じゃあどうすりゃいいわけ？グリーンなわけ？ここの謎の記号の書かれた板と、手動で調節できる時計。そしてヒントシート3枚目。何かあるのかもな。ちょっとディレイがあったが開いたな。若干開始にラグがあったみたいでしゅが、こちらとしては特に違和感なかったでしゅ。なんか時計動かしたら板の下の金属みたいなのも動いてるよね。あと、窓の外から光が差し込んだり差し込まなかったり。板の記号と時計の時刻、そして窓から差し込む光の関係性。ヒントシート3枚目はそれを表してるみたいだな。だけどそれが分かったからって何をしたらいいのかは全く。あら、ここの時計がなぜかブルリブルリしてる。それに下のメモリが2つ減ってない？マジで何なんだろうね、その仕掛け。時間をループさせられる仕掛けをどうにかしないと先に進めなさそうだよな。実は鍵を使用する場所がこの部屋のどこかに。そういうことではない気がするぜ。やっぱ絶対ここでループするよねー。時計のメモリは完全回復してまっしゅ。マジでこれは何なの？最初の謎解きからいきなり難しすぎません。あんまりもたもたしてたら誰かにクリアされちゃうよ。そもそも1位取ろうなんて考えてないから。メッセージログには他プレイヤーの情報が更新されてないし、多分みんなまだここで詰まってるんじゃね。仕掛けが解けたりしたら、その情報は他プレイヤーに伝わったりするのかしら？チェックポイントを通過した他プレイヤーの情報はメッセージログに表示されるらしいんだぜ。おお、それじゃあリグルが一番最初に時計の謎解いちゃえば。そもそもこの仕掛けが何と関連があるのかすら分かってないし、時間ループの仕掛けもどうすれば解けるのかわかんないし。板の記号と時計の時刻と窓の光の関連性は理解できたが、ただそれだけが分かったところでどうすりゃいいかが全く思いつかないんだよな。マジで困りましたね。どうしましょう。たまにループ時計の仕掛けはメモリが減ってることがありまっしゅ。時計の針がぐるりぐるりし続けてることもあるよね。針の動きが何かヒントになってたりしない？そんなこと言われてもねー。まあすぐにわかるようなもんじゃないだろうからゆっくり考えようぜ。アイテムが消える？それは仕様だぜ。バグではないことは理解してましゅよ。タイムループの罠をどうやって突破するのか、どこの仕掛けを動かせばループしないのか、全然頭にピンとこないでしゅねー。解ける人いるのこれ？タピリの野郎が90ステップでタイマートラップを解除したぜ。まだ開始10分も経ってないんだが。やはりはしごの途中にあるものはタイマートラップなんでしゅね。おそらく無縁の鍵とやらを使って解除してるんだとは思うが、残念ながら使おうとするとタイムリセットされてなくなるんだよな。マジでどうやったんだろう。とりあえず適当に記号の板取ってみましょうか。
ああ、まさかこの板の記号。左から順に月火水木金を表してるんぜ。じゃあ一番左の板の記号は月曜日を表してると。多分残った板は月の板だろう。そして外から差し込む光から天気がわかるな。今は火曜から金曜の板をすべて取り払ってるから、月曜日の日程通りに天気が変わっているのではないかと。謎の記号は曜日を表してるのは間違いないですね。だけど、それとタイマートラックとどういう関係が？結局2階の時計と板の記号と窓の外の光の意味がわかってもさ、そこから結局話が進まないじゃん。この難解な謎を10分以内に解いてしまった人がいることが凄すぎる。開始9分で、やるな。9分は早すぎ。タピリの野郎が116ステップでハシゴを解除したぜ。まさかのスイッチをして登るハシゴ突破されちゃった。攻略速度が尋常ではないな。こっち何回まだにタイマートラップの謎がさっぱり解けないってのに。ジャンの野郎が18ステップでタイマートラップを解除したぜ。もうタイマートラップ解除者2人出ちゃったよ。リブル解くの遅いって。そういうなら切るのが先に解きなさいよ。あたいには頭が追いつかない。もう2人目の方もハシゴ突破した模様。ハシゴは重りさえあれば簡単に突破できるだろうから、タイマートラップさえ乗り越えればすぐなんじゃないかな。そのタイマートラップからいきなり難関主義で頭剥げそうなんだけど。まだ開始して15分経ってないくらいだから剥げるのは早いぜ。ジャンの野郎が47ステップで氷ブロックを取得したぜ。まさか3つ目の謎を突破されました。現時点でタイマートラップ突破者4人。しかしうちらはまだ突破の兆しすら見えてこない。はしご登った先に氷のブロックがあるみたいね。私らはまだ氷ブロックのことなんてどうでもいいから。とにかくタイマートラップの謎を解かなければ。もうタイマートラップ突破者5人目だな。あ、6人目。やっぱみんな解くの早すぎ検診じゃない。だから検診言わないで。あなたさっきから口が悪いわよ。田中エルナ様降臨ですね。ジャックが誰々の野郎がって言い方するから変わったようだな。熱中症の中お疲れさんだね。調子戻ってきたようでよかったです。リブルはひたすら謎解きのことを考えるのぜ。マリサさんも考えてよ。もちろん一緒に考えてるのぜ。もう開始して20分くらいかな。すでに氷ブロック取得まで行った人が数人いる模様。熱中しすぎて水分補給をおろそかにしないようにね。水分に関しては全然大丈夫です。でも頭痛が。リブル熱中症ぜ。値的には森の中でも結構暑いし。いや、悩みすぎたことによるものだろう。気温に関しては快適そのものですよ。だけど謎解きが。なんでみんなこんなに早いのかな。周りの動向に焦らされるのはわかるが、結局のところうちらで攻略するしかないんだから気にしてもしょうがないのぜ。あなた読み上げ変わってくださる？ひどく。なぜもう一度引いた？あの紐はまだ引いちゃいけないことはわかってたじゃん。いやその、曜日や天気によって落ちてくるものが違うのかなって。最初に解く謎解きはタイマートラップだからまだ関係ないんじゃないか？お手伝いさせてください。この銀髪のキャラはどちら様でしたっけ？ヤバタニさんで壺にはまってたレディーじゃないかな。本シリーズ随一の良心の持ち主と言われる。ああ、そんなキャラいましたね。レディーって田中が主人公のゲームで出てなかったっけ？そっちに出てたのはオールドレディーだな。うへえ、ややこしい。もう、全然進歩がないからアゴが。大丈夫だぜ、最初と変わってないから。田中さんに頼られちゃった。頭の疲労抜きにメッセージウィンドウ眺めてるのはいいですね。グリーンじゃないよ、急いで解こうよ。そんなに早く解いてほしいなら切るのも考えてくれないとな。頭が。くそー、こうしてる間にみんな軽々と突破しちゃって精神やられそう。精神ギリギリ目指して。レディーちゃん私の心の中読んでまし。周りがどんどん突破していくせいか、自分が取り残されていく感覚すごいな。負けてられないよねー。でもどうしてもタイマートラップを解けそうな気配が。妙案も全く思いつかないな。これは最悪序盤で積んだままギブアップもありえるか？読み上げって大変ですね。むしろ読み上げられるとプレッシャーすごいので休んでても大丈夫ですよ。仕事だからそういうわけにもいかないんだろう。パチスロ打ちに行ったリブル、戻ってこないね。だからあの子を私扱いするのは禁止。自然修水さんが54ステップにて攻略完了しました。マジかよ。まだ開始26、7分くらいしか経ってないんだが。30分経つ前にもう最初のクリア者出ちゃったよ。ちょっと何言ってるか理解できない。マジでタイマートラップどうすりゃいいんだよ。グリーンだよ。ほう、クリア者が出たみたいだな。一番最初にクリアしてキャラクターに祝われるの、きっと最高の気分だよねー。気持ちよすぎな顔が頭に浮かぶね。しかし30分でクリアとは恐れ入ったぜ。実際は余裕で30分切ってましたもんね。てかぬいぐるみが変化してましね。水ぐるみ？どういうこっちゃ？熊みたいなぬいぐるみがあったよね。なんで勝手に変わったんだろう。てかダクトから水が垂れてきてるんだよね。これは一体。水ぐるみってことだから水が関係してるのは間違いないが。タイマートラックとぬいぐるみの関係は？いや、それは多分関係ないんじゃ。だがしかし、ぐぬぬ。ずっと同じところでぐるぐるしてるだけだよね。なんか背後からおかんが。ジャックさんどうしたんでしょうか？何者かに後ろ取られた？ポシポシ。あ、この子は。この水色の服はおみよだろうな。
ジャックさんはオミオちゃんの気配を感じてお感がしてたのかしら。あ、オミオちゃんが赤い服に。赤い服バージョンのオミオは復讐の鬼バージョンだったかな。水色のオミオはヤバタニの裏面エンディングにて、先生と戦ってたのが印象的だな。あのシーン、実は操作できるって知った時はびっくりでしたね。あ、二人目クリア者出てる。そんなに早くクリアできるような難易度なのこれ。気にするなリグル、集中してとこうぜ。やっとわかったかもぜリグル。タイマートラップのメモリが時々減ってる理由。おそらくタイマートラップは太陽光による充電で機能しているのではないか。言われてみればメモリが減るタイミングって、窓から光が差し込んでないタイミングなのかも。それならヒントシートさんと見比べて。多分この記号の並びにしておけば太陽光が差し込まない瞬間が多いでしゅ。特に火曜の板と金曜の板を並べることで太陽の差し込まないタイミングが多く訪れるのぜ。あとはステップ数から落算して、時計の針は火曜の板に差し掛かった後、右上を指しておきましょう。この状態からタイムトラップの梯子を降りていきましゅ。そして無縁の鍵を入手して梯子を登ると、あ、戻されちゃった。ならば鍵を取った後、右の部屋に入ってまた戻り、それで登ると、よし来たぜ。タイムトラップの電力が枯渇して機能しなくなってましゅね。じゃあこれで鍵を使える？お、タイムトラップが完全に落ちましたよ。まさか天気と関係があったとはな。連続で曇りもしくは雨のタイミングを狙って行動しないといけない仕掛けでしたね。ご用事ですか？あ、三島さんが机にいました。まさか勉強してたの？タイムトラップ発動中は左の部屋へ入っていったが、解除後は右の部屋にそのままいるんだな。リグルは97ステップでタイマートラップを解除。あ、いつの間にか私の名前出てましたね。この時点でクリア者は2人。まだ10人以内狙えるんじゃない？まあ狙いそうなら狙いましょう。一旦ここでセーブしときましゅ。あ、三島さんを取得可能な模様。連れていくんじゃなくて取得なんだな。まるで物のような扱い方だね。この水ぐるみは一体何なのかはまだ不明でしゅね。さて、三島さんにスイッチの上に乗ってもらいましょうか。え？アガツマが乗るとスイッチを押せるが、三島だと押せないってことは。アガツマ太ってる？失礼なこと言っちゃいけませんよ、キルノ。アガツマさんは標準体型でしゅ。多分三島さんが痩せすぎてるだけなのでしゅ。ちょ、紐引いたらまた死ぬよ。でも三島さんに引かせるくらいしか、結局アガツマさんが引こうとするんかい。まさか三島に助けられるとは。三島を犠牲にして重し入手するんだね。他人に紐引かせようとするとかやっぱサイコリグルだな。サイコリグル言うな。ヤバタニエンではこういった犠牲は日常茶飯事なのでしゅ。リグルが131ステップで梯子を解除。リグルも昔に比べたらだいぶ成長したな。最初の頃なんか人が死ぬ演出見ただけで盛大にビビり散らかしてたのに。もちろん今でもビビってるんですけど、三島さんが自分を犠牲にしてまで助けてくれた結果頭つぶれてましたし。さっきまで言ってたことと違うけどリグル。三島に紐引かせようとしたって自分で言ってたよな。本気で言ってるわけないじゃない。なんかよくわかんない機会があるね。壁の穴の向こうに氷がある。どうやら氷ブロックを上下左右に動かせるみたいでしゅ。たくさんのプレイヤーが氷ブロック取得まで行ってるので、こいつをどうにかして入手しないといけない模様。リグル、むやみに連打しても意味ないのでは？その範囲まで氷を動かせるのかなって。でも氷が見えてるの、最初の穴の位置だけだよね。どこへ運べば氷ブロック取れるのさ。ボタン連打しまくるなよリグル、うるせえんだわ。ちょっと右の方に何があるか見てみましゅ。このレバーを引くと壁のプレートが開きましゅね。ああ、もしかしてそこから氷ブロック入手するんじゃね？そこまで氷を運べばいいってだけだろう。じゃあこの謎解きめっちゃ簡単じゃん。問題は開始地点から何回右に移動させればいいんでしょうか？てか氷ブロックどこ行きました？氷を移動させてからエリア移動した後、また戻ってくると氷がなくなってる？おにぎり食べたい。おみよちゃんがおにぎり食べたいそうでしゅが、今は氷ブロックをなんとか手に入れないと。てかこの赤いレバーは何？あ、氷ブロック出てきた。赤いレバーで制動するんじゃないか？あとはそれを右の部屋まで移動させて取るだけなのかと。そう単純にはいかないようでしゅね。制動を、そのまま右に2回氷を移動させると、この通り氷ブロックが溶けちゃいましゅ。これのせいでひたすら迷いまくってて、気づいたらもうクリア者8人出ちゃったよ。せっかく取ろうとしても溶けてるんじゃ意味ないよな。どうすれば氷を溶かさずにここまで運べるんだろうか？もしかして、また天気が関係してたりしましゅ？太陽光で溶けちゃってる可能性とか。とりあえず火曜日でループさせてみることにしました。あとは時計の針が左上に来てる時に制動室まで行けば、タイミング的にはちょうど太陽光が出ていない頃合いのはず。あら？氷が出てこないね。赤いレバーは制動用だよな。なぜ何も起きないんだろうか？せっかくタイミング合わせてきたのに意味ないじゃん。まさかお日様が出てない時は制動できないとかありましゅ？それなら一旦エリア移動してすぐ戻れば、タイミング的に太陽が当たると思うぜ。あらら、氷出てこないでしゅ。なら天気は関係ないのかな？目標の10位以内クリアが。勝手に目標にされても私の頭じゃ無理だって。もうすぐで開始1時間経つな。1時間以内に11人クリアとカズノーモンスターだらけだぜ。
ただ氷ブロック入手してるプレイヤーはそれ以上に多いんですよね。クリア寸前まで行ってる人たちがたくさん控えてるようです。お前らは脇汗大丈夫か？そりゃもう脇汗かきまくりで。まんじゅうに脇汗なんてあるのか？ステップ数がものすごいことになってるよ。リブルー、なんとかして氷ブロック取れないの？攻略法がすぐに分かったらこんなに苦労しないんだって。ちなみに私はすごいぜ。え、何が？過去は今脇汗すごいらしいな。熱い中読み上げしてたらそりゃ脇汗でまくるよね。キャラのセリフ、そこそこ遅れてから更新されるので、何の話だったかたまにわからなくなりますし。吾妻が言うには代謝がすごいらしい。過去はしょっちゅう飢餓感に襲われては食人しようとするやつだからな。あ、そうだった。こいつヒト君だった。おえ？人肉が代謝されて吹き出た脇汗？うへえ、何も言うなよリブルー。やっぱ散るのはカニバリ耐性ないんだな。焦らずにゆっくりとやればいい。そう言われても他プレイヤーのプレッシャーが。リブル、無駄にステップ数刻んでても何も進まないと思うぜ。私らはどこかで何かを勘違いしてる可能性あるかも。氷が溶ける原因、本当に天気なんだろうか？でも熱で溶けるって言ったら太陽くらいしかなくない？マジで頭がはげそう。やっとわかったかも。今まで盛大な勘違いしてましたね多分。天気はおそらく関係ないな。ここの謎解きはヒントシート2枚目のこれで間違いないな。このヒントのホニャララの部分を基準に考えて、そこから氷を動かす順番を割り出すと、上右右下左、でいけるはず。これでどうだ？マジで天気全く関係なかったんだね。ここまで来た段階でクリア者25人。プレイ時間は1時間半くらいでしょうか。到達マーカーをあと1つ埋めればクリアだな。手に入れた氷ブロックを使って何をすればいいのかな？下のスイッチに置いてある重しの代わりにならないか？ああ、なるほど。じゃあ重しをどけまして。代わりに氷ブロックを置きましゅ。おお、ちゃんと重さあるね。念のために少しばかりうろうろしちゃいましたが、そろそろ氷ブロックを乗せて上に登ってみましょう。あとは上で氷が溶けるまで待てば。あ、溶けたんじゃない？おお、これで上に登れまっしゅ。意外と簡単じゃんこれ。最後の謎解きはこの上でしょうか？私も連れてって。私を連れてって。だって？他に誰かいたっけ？あ、デイデン。なんだなんだ？三島さん言ってたの。様子おかしいんだけど。先生。一体何を？センステップ超え、頑張ってるわね。死んだはずの三島さんに目ん玉食い切りられたんだけど。三島ってこんなヤバいやつだったの？てかわざわざ助けてくれたのに最後は殺しに来るってどういうことなの？最後の最後で三島の罠が待ち受けていたとはな。てか三島さんは吾妻さんより体重が軽いから、はしごのスイッチ押せないはずなんですけど。言われてみりゃそうだよな。三島が一人で床のスイッチを押してはしごを登れるはずがないんだぜ。重しは吾妻が持ちっぱなしだったから、他に代わりになりそうなものはなかったし。ゾンビ三島が上に登ってこれないようにしないと殺されるんだね。そういやぬいぐるみの謎だけまだ解けてないような。タイマートラップの謎解きはヒントシート3枚目を参考にして解き、氷ブロックの謎解きはヒントシート2枚目、そして残り2つのヒントは、あ、1枚目のヒントに関してもタイムトラップと関わりがあるな。ああ、言われてみればそうですね。ホニャララがどこどこにアバババされてるって情報からそうわかるわけですか。となると、1枚だけ残ったヒントが最後の謎解きに関するものか？このヒントシートの一部の情報はもう言っちゃってましゅが、どうもぬいぐるみが関係しているらしいんですよね。ぬいぐるみとホニャララの何かを比較してる図のようだが、一体これは何を示しているのか。あ、まさか。リブル、わかったかもしれないぜ。え、ほんとですか？三島がはしごを登ってこれる理由、おそらく水ぐるみを持ってきて床スイッチに乗せているからでは。あ、まさかヒントシート4枚目ってそれを表してたり？雨が降ると、ぬいぐるみのすぐ上にあるダクトから水が滴ってくるよな。その水をぬいぐるみが吸い込みすぎると水ぐるみが完成する。水ぐるみは水を吸ってない状態に比べて重量があるから、その重さを利用してはしごを登ってきた可能性。水ぐるみで床のスイッチ押せるならさ、完全に登りきるの無理じゃない？氷ブロックみたいに溶けてくれないとはしご上がんないじゃん。切るのが鋭いところをつきましたね。今は水ぐるみができてないな。一番最初の日からびてる状態だから、なるべく最短で一番上まで登るように立ち回れば間に合うかも。とりあえず試してみましゅね。あ、全然間に合ってないっぽい。ちょっと作戦練り直そうか。マリサさん、これなら対策バッチリでは？火曜、金曜、月曜の板の順で並べ、ここからは今まで通り攻略を進めていけば、おそらく水ぐるみは完成しないかと。特に月曜の板の右隣に何もはめてない状態というのが重要だな。こうすることで最終的に月曜の天気でループするようになるのぜ。月曜日のみ、どの時間帯も雨が降らないことがわかってるので、最終的に月曜の天気でループさせることで絶対に水ぐるみが完成しない。という作戦でございまっしゅ。え？頭ぐっちゃぐちゃでわけわかんない。多分このまま一番上まで行けば三島が追ってくることはないはず。あとは重しを乗せて製氷機に向かい、ボタンを操作して氷ブロック入手。
あとは氷が溶ける性質を利用して一番上に登るだけ。これでクリアできなかったら本当に訳がわからないぜ。39位でクリアできれば3級で演技がいいかも。ほほほ、そういうのいいから。ちょっとここでセーブしといて、念のためにぬいぐるみの様子を見てから登りましょう。ずっと最初の状態のままだね。あとは三島さんが登ってこないことを祈るだけ。あ、そうそう、一応時計の挙動も見せておきましゅ。この通り、右隣に何もはめてないと同じ日でループしましゅ。月曜日が永遠に続く限り水ぐるみが完成することはありません。もうわかったから39位でクリアしに行こうぜ。お、やはり三島さんの声が聞こえてきませんでした。あ、出口だ。リーゼがいるな。逃げるな。リグルが84ステップにて攻略完了のような。正確に時間計ってはいないが、クリアまでだいたい1時間45分くらいかかりましたな。相変わらず謎が解けた時の気持ちよさは格別なものがありまっしゅ。でも急にマリサさんが強制参加させてきたせいで、顎がこんなに。まあまあ、螺旋の宿最終回実況までまだ時間あるからゆっくり休め。あたいほとんど何もできなかったけど、リグルお疲れー。最後に最短ステップクリア検証だけでもしてから終わりましょうかね。いろいろ試した結果、最短40ステップでクリアできることがわかりました。ゲームを開始したらすぐにこの部屋に来ましゅ。そしたら水木金の板を外し、時計の針を火曜の板まで進めましゅ。先に火曜の板まで針を進めてから、月水木金の板を外してもいいぜ。そしたら火曜の板の右に金曜月曜とはめましゅ。あとはこのまま最短でクリアに向かうだけでしゅ。間違って無縁の鍵を入手した後、タイムトラップを解除しに行かないように注意だぜ。タイムトラップ解除したら三島さんを連れ去りましゅ。そしてそのまま重しが落ちてくる紐まで連れて行き、三島さんを。完全に慣れてるじゃねえか鈴木サイコリブル。せっかく守ってくれてるんだから感謝くらいしろよ。ここは上上右右右下下左と入力するだけでしゅ。これで氷ブロックを溶かさずに無事運ぶことができましゅ。あとは重しの代わりに氷ブロックを床スイッチに乗せて上に行きましゅ。その後は流れ作業で仮設出口まで走るだけでしゅ。40ステップクリア達成だね。攻略順序を完璧に理解していれば、1分半程度でゴールできてしまうボリュームなんだな。それでも初見で2時間弱かかるし、他プレイヤーの動向がログに表示されまくるのがなかなかのプレッシャーで新鮮な体験でした。今度こそお疲れさんだねー。ファンアート紹介に移りますぜ。つぶて様、暑いねー、こういう時は部屋に氷を置いたらいいんだよ。とつぶやくも誰もグリーンだよと返してくれないチルノありがとうございました。ひろ様、ご機嫌なリブルありがとうございました。まどろみうさぎ様、文豪ストレイドッグスのモンゴメリのコスプレをしてマリサ捕獲計画を立てるアリスありがとうございました。あやー様、ムームーリブルのイラストありがとうございました。184様、かわいいリブルと私とチルノありがとうございました。猫神2322様、チルノにご気呼ばわりされて泣いて怒ってるリブルと、アリスの手作りクッキーを断っている私ありがとうございました。竹坊ウー様、リブルのムームー耐久ありがとうございました。リブルうるさいんだけど、さすがに私でもここまで叫び散らかしませんよ。変わった虫の歯落としてますな。ムームー言ってるだけで歯音とは違いまし。アイガ様、ポケモンダーレだネタ、第27弾ありがとうございました。霊夢の影が見えた。何霊夢なんだろう？コレクレイムはお金を要求するわ。コレクレイム999万要求されそう。以上だぜ。アガツマハイお疲れ様だぜリブル。やりきったけどあご痛いでしわ。みんな見てくれてサンキュープフ